ごきげんよう、トップドです。今回もね、ソニックロブロックスやっていこうと思います。まあ、前回の続きからだね。その前になんと、今日のね、5月4日はなんとタコポンドがロブロックスを始めた日です。いや、ついにこのゲームやり始めて1年経ちました。これはみんなのおかげです。まあ、初めてね、ロブロックスやった動画がこれなんだけど、下手くそなんでね、まだこの頃は面白い動画になってると思うんで、ぜひ見てみてください。まあ、今となってはね、もうソニックにも慣れちゃうロブロックスプロゲーマーになってきたんだけどね。まあこれからもね、2年目、3年目とロブロックスやり込んで、目標はね、ロブロックスを100年やることです。さあ、こういう感じで、ね、今日もやっていきたいと思います。さあ、行くぞー。でね、これ今ね、レベルマックスだから、レベル上がらないんだよね。じゃあ、ここのね、無限っていうのかを、これ買うと、レベルが無限に上がるってことだね。よーし、買ってきました。そう、あ、来た来た、レベル59になりました。さらにこれ取っていって、よし。じゃあ、今回はね、レベル上げまくりたいと思います。まあ、このソニックのね、ロブロックスゲーム、ちょっとね、やってない間に、いろいろアップデートが来たみたいでね。なんかいろいろと追加されてそうなんで、ちょっとこのゲームやり込んでいこうと思います。うおー、いいねね。連続で撮る感じ、気持ちいいね。この走り方が爽快感ある。で、キャラクターもね、3つ追加されてるんで、これ見つけていきたいね。で、ここのコードでね、ライダーって英語で入力すると、まず1つ目のキャラクターがね、あ、ゲットできました。おお、何これ。ちょっと名前がバグってるね。そう、なんかサングラスかけたソニックって感じだね。うわ、ついにおしゃれも始めたか、ソニック。見てください。うわ、かっこいいな。え、ちょっと待って、ホワイトソニックがいる。うわ、こんなのも手に入るのか。うわ、これ欲しいな。ともやくんめっちゃやり込んでんね。うわ、ちょっとあれ手に入るまでやり込んでいきたいね。よいしょ、まあ、とにかく、こういったアイテムを集めてこう。よいしょ、うわー、やめられないね、もうこのゲーム始めたら止まらないぞ。よし、砂漠エリアにやっていきました。まあ、ここが第2ステージだね。まあ、ここでも稼げるんで、よし、集めてこう。まあ、目標はね、レベル100になりたいな。よし、まあ、レベル70になりました。うおー、早い早い。おっと、ここに宝箱があるぞ。で、これ勢いつけて、いけるかな？よいしょー。あ、ギリギリ足りないか。あれ、待って、なんかあるぞ。これ、ソニックのキャラの免許証だ。あ、これ新しいキャラじゃない？あれ、なんか100分の1って出たね。え、なんだ？もしかして、これだよね。なんかカードを100枚集めないとゲットできないってやつだ。うわ、こんなになってんだね。100枚ってめちゃくちゃやり込まないとゲットできないね。100枚じゃあどっかに隠されてあんのかな。よーし、頑張って見つけていきたいね。よいしょー、おっと、戻ってる。さあ、で、確かこの辺どっかにね、第3ステージ行ける場所があると思うんだよね。あ、向こうだ、ここだ、3世界。あれ、待って、行けなかったぞ。あ、ここリスポーン1回しないと進めないのか。まあ、リバースだね。これ1回リバースしないと次のステージ進めないってことになってんのか。じゃあこれやるしかないか。リバースするとまたレベル1から始まりだね。じゃあちょっと、いつものキャラに戻すか。いや、タコボンドです。遅い遅い。レベル1ってこんなだったのか。ちょっと1からコツコツ育てていくか。おー。でこれいっぱい、一回ね、リバースして、ペットもいる状態だから、レベル上がるの早いな。もうレベル15になりました。おー。成長が早いぞ。多分これで、世界3に行けるようになってんじゃないかな。まあちょっと育ててから進んでいきたいね。よーし。じゃあこれ、リバースを何回もやらないといけないのかな、今後。
まあ、いろいろね、ステージ進むにはね、頑張っていきたいなぁ。よいしょー。もうレベル25になりました。はやし。いや、こんにちは。僕の名前はタコボノです。あれ、なんか本物って言ってる。いや、本物かなぁ、僕。僕もしかしたらタコボノの偽物かもしれないからね。みんな、偽物には気をつけてね。まあでもね、本物の実力を見せていきたいと思います。ここをノーミスでクリアしたら、まあ、本物ってことだね。いいよー。なんとかノーミスでクリアしていきたいなー。よいしょー。いいよー。これ本物なんじゃない？もしかして。いいぞ。これタコボノの本物だ。この動きは間違いないぞ。よし。ノーミスでクリアしましたー。オッケー。これが本物のタコボノです。偽物はね、すぐミスるんだよね。みんな偽物には気をつけてね。よーし。で、こういうね、ステージクリアすると、なんかリングはもらえるからね。こういうのもやっていった方がいいね。いや、みんなこんにちは。結構みんな集まってきたね。よし。みんなで足の速い生き物を目指していこう。さ、ということで、レベル81になるまでやり込んできました。よし。じゃ、世界3に行こう。よいしょー。さあ、来ました。ここは初めてだね。来たー、新しいステージー。うわー、早速落ちたー。なんだこれ。早速こうなってんのか。よいしょー。おっと、ここくぐると経験値がもらえるってやつだね。オッケー。さあ、こっからノーミスでやっていきないと思いません。さあ、今度こそ行くぞー。よいしょー。あれー、そのやりたいけど、とりあえず次のステージに進もう。オッケー、来ました。これが世界3の世界。うわー、ここも、綺麗な世界だね。うわ、滝が流れてて。うわー、遊びまくれそうだね、ここ。お、ガチャとかもあるね。じゃ、ちょっと、これリング溜まってきたんで、これどんどんガチャってこう。ペット欲しいなー。よし、さ、もう一回、ペット来るか？いや、なんだこれ。ちょっと変なのばっか来るね。さ、これは？いらない。これあんまいいのは来なかったね。今セットしてるのが一番強いね。仕方ない。これはもうこういうアイテムを取ってやり込んでしかないか。よいしょー。早い早い。これがレベル85への速さか。おっと、引っかかってるぞ。ちょっと引っかかりたくないな。よいしょー。この止まらない動きを見せていきたいね。さあ、ここも、おー、リングが並んでる。よいしょー。あ、いいね、いいね、この辺も。うわー、すげえ。よいしょー。さあ、ここにも。もしかしたら、この世界。あ、待って。これは？待って。こう、リバース3回やらないと進めないステージだ。やっぱこれ、リバースしていかないといけないんだね。仕方ない、リバースするか。また、レベル1からです。ちょ、これ、リバースやり込もう、とりあえず。よーし。じゃ、育てていきたいと思います。よいしょー。どうも、タコボノです。レベル105になりました。よーし。これが見てください。レベル105への速さです。めちゃくちゃ速いねー。ついにここまでやり込んでしまいました。そしてね、リバースもね、何回かやったんで、これ次のステージに。進めるようになりました。リバースちなみに4回やったね。めちゃくちゃやり込んでんね。よーし、こっちに行く前に、まずね、ここに隠されたキャラをね、探していきたいと思います。あれだ。あそこになんかトランポリンがあるから、トランポリンめがけて、あー、ちょっと当たらなかったが、意外とむずいね。さあ、もう一度狙って。よいしょ、おー、飛んだ飛んだ、オッケー。来た。そしたら次はね、あ、こっちか。こうジャンプしていってからの、こっちへとジャンプ、オッケー。さあ、ここになんかガチャあるね。ちょっとガチャせっかくなんでやっていこう。さあ、何来るかな？あ、来ました、ペット。よっしゃ。欲しかったやつだ。さあ、次は、おー、これ、あ、エピックのね。そっと、来ました、エピックペット。結構いいの来るね、ここ。レア。
さあ、ということで、こんな感じになりました。まあ、ちょっと課金もしたんでね、つけれるペットは4匹になってます。さあ、見てみよう。まあでも一番強いペットはこれだね。一番最初にもらったタコみたいなペット。なんかレアリティがカオスだね。いや、これやばいな。さあ、あとなんか向こうに見つけました。これカード。キャラが手に入るカードの向こうにあるんで。こっからこう行くのかな?よいしょー。あー、届かなかったー。オッケー。さあ、もう一回やっていくよー。じゃん。さあ、こっからも、じゃん。さあ、こっからダッシュ、で、ここ、オッケー。来ました。新しいカードだ。これもしかして、ナックル手に入れました。新キャラナックルだね。ちょっと赤い感じだね、これ。赤い感じのキャラ。うわ、来ました、これ。かっこいいキャラ。これはね、ソニックの多分ライバルだね。前回手に入れた、まあ、この、黄色い、これテイルスだね。テイルスは、ソニックの友達。ソニックの友達は可愛いね。でも今回手に入れた、ナックル。ナックルはソニックのライバルです。ライバルって顔してるね。よーし、ちょっとナックルになってやっていこう。よいしょー。あ、ジャンプできなかったか。上のなんか取りたかったんだけどね。まあ、いいか。よーし、やっていこう。うおー、ナックルめっちゃ速い。やばいやばい。うおー、こんな速かったんだね。よいしょー、もうレベル100超えてるからね。よいしょは気持ちいい。よーし。さあ、じゃあそろそろ次の世界に行こうかな。よいしょー。それでは、行ってきます。はい。さあ、来ました。まずはちょっとこの辺をクリアしないといけないね。よし、じゃあ、ナックルの力で、ノーミスで、クリアしていきたいと思います。よいしょ、くぐれなかったか。まあ、いいや、あれは。で、次はここ。あれ?こうジャンプしてから、こっちでいいのかな?よいしょ、オッケー。さあ、来ました。おー。雪の世界だね、次。来ました。第4ステージ。はや、なんか来た。おお、ここまでやり込んだプレイヤーもいたのか。白ボボンさんめちゃくちゃやり込んでんね。じゃあこの世界でもやり込んでいこう。よいしょー、行ってきます。ほい、オッケー。おお、これが雪の世界か。おっと、早速引っかかった。やばいやばい、引っかかりたくないね。せっかくの爽快感が台無しになる。おお、でもすごい、この雪の世界。よっしゃー、レベル150超えました。早いねー。これがナックルかー。正面で走る感じもかっこいいね。これちょっと、僕のキャラにしてみよう。この僕のキャラでね、正面で走る感じどうだ?うおー。顔が面白いね。いや、顔近い近い。どうした?いやー、こんにちは。タコボンドです。うわー、ついに僕もここまで進化したかー。めちゃくちゃ早いねー。そして早すぎて色々と引っかかる。そっと、ここでレースが始まりました。よし、参加してみよう。レベル155の速さ。どれぐらいなんだろう。じゃあみんなよろしくね。さあ、レース行くぞー。まずはこれ、車ってからのスタートダッシュを狙っていこう。行くぞー。よいしょし、やばすぎる、この速さ。めちゃくちゃ速かったね。ここまで進化したか。すぐ終わったんだけど、レースが。ちょっとここのガチャもやるか。あれ、でも、高い、ここ。4万貯めないといけないね。はい、ちょっとこの辺でやるか。さあ、お、今回2位でした。白ボボンさんが速いね。ちょっとこう、レースはね、1位になるまで、やり込んでいきたいね。さあ、行くぞー。よいしょー。オッケー。じゃあ、久しぶりに、一番最初のワールドに戻ろうかな。これ、どのワールドが一番稼げるんだろう。よーし、戻ってきたよ。さあ、世界2、世界3、世界4があって、世界5はまだ行けないんだね。
これ多分今後のアップデートでいけるようになるのかな。うわ、これも楽しみだね。あとちょっとここのね、これももらっとこう。なんかたまにもらえるやつね。オッケー、経験値ゲット。よーし。でも今のとこ世界は全部いけるようになりました。よーし。やり込んじゃったね。あとはひたすらレベルを上げていくだけだ。早すぎる。おお、動きがやばいね。さあ、もうちょいでくるよ。ついに、記念すべき、レベル、200超えました。ついに200超えてしまいました。ガチ勢です。よし、じゃあ今後を考えて、ちょっとリバースしよう。リバースしてしまいました。レベル5からだ。よーし、やっていくか。それじゃあまた、レベル上げていきたいと思います。レベル上げてきました。257までやり込んできました。よーし、じゃあ稼いでいこう。オッケー。これがね、レベル255への速さです。めっちゃ速い。とんでもない速さだね。うおー。そしてこの、見て。いや、聞いて、この音。カタカタ音、いいね。よーっしゃ、レースやってみるか。これ1位いけるんじゃないかな。よし、みんな、よろしくね。1位はいただくよ。まずは車ってからの、スタートダッシュ。おー、ゴール。早すぎて草。さあ、来ました。今回ランキング1位だったね。よーし、これでも1位ゲットできるようになりました。イエーイ。これが、最強の速さか。よーし、じゃあ、まだまだ、やり込んでいこうと思います。そう、いろいろやり込んでたらね、ちょっとガチャで、で、同じペットが5匹溜まると、進化できるみたいなんでね。じゃあ、初めての進化やっていこう。さあ、進化したかな？これ最初にもらったやつがね、一番能力が高かったんだけどね。ついに進化したやつがすごい能力手に入れてしまいました。よーし。これで経験値上がる量も増えてきたね。さあ、ということで、レベル300超えました。まだまだやり込んでいこうと思います。よーし、じゃあレースやるか。みんな、よろしくね。行くぞー。おいしょー、うわー、早い早い、うわー、飛ぶ飛ぶ、うわー、やばいやばい。もう、歩かなくても、1位だ。これが最強の速さです。歩かずに来たね。よーし、さっきのランキング、どうやら1位だったようです。吹っ飛んだだけで1位取れちゃったね。よーし、じゃあ、まだまだ、やり込んでいこうと思います。よいしょー。こんにちは。ソニックガチゼータコボンドです。じゃあ、あれくぐるとね、これで、あ、レベル、401になりました。ついにレベル400超えた。とんでもないやり込みだね、もう。これが400レベルの速さです。今引っかかってる。いくぞ。うお、オーケー、くぐっていって。400の速さ、めっちゃ速いね。さあ、見てください。これが、やり込んだ動きです。うおー、止まらないね、もう。誰もこの速さを止めることはできないぞ。うおー、よいしょー。やばいやばい。よーし、さあ、レース来たよ。じゃあ、レース参加してみこう。さあ、勝てるかな？今回1位取れるかな？みんな、よろしくね。よーし、行くぞー。よいしょー。ゴールしました。めちゃくちゃ早かったね。よーし、また1位ゲットしました。ということで、ソニックガチ勢になれちゃうゲームでした。まあ、今回はね、400レベルまでやり込みました。まあ、またね、このゲーム新しい世界が追加されたらまたね、やっていきたいと思います、多分。まあ、高評価があったらね、やっていきたいと思います。それではみんな、じゃあね。